ドジャースは5回に失策が絡んで7-7の同点に追いつかれた。7-3で迎えた5回、先発ミラーがベリンジャーに3ランを被弾。1点差に迫られ5回途中6失点で降板した。後を継いだハドソンも2者連続四球で1失1、二塁にすると、ホーナーのゴロを二塁手、テイラーが引いてしまう失策を犯し、満塁にピンチを広げた。さらにクルーアームストロングに右前へ敵地打を浴び、同点に追いつかれた。前日10日、同11日、の今カード2戦目も3-1の8回に3失策が絡み一挙5失点で逆転負けを喫した。ビューラーにミラーに98マイル投げるのにボコボコに打たれるのは全くそれ通りの球威じゃないってことですね。制球も悪いしダメダメ。織り込み済みで登板させるなら3回4回程度で降板させるブルペンデー的な試合運びだね。中継ぎ陣、投入したくないチーム情勢なのにね。もうね、このカブス3連戦は投手陣がズタズタで呆れ果てる。大谷さんの個人成績だけ楽しみに見てる感じ。今永も鈴木も結果出してるし、あるいは東洋系のエドマンも打棒爆発で、勝敗そっちのけ。ドジャースのピッチャー陣やブルペンがまるでエンゼルスで草と言っても過言ではないと思う。また、先発が5回まで投げきれないのはどういうことだ。せっかくの初回3連発含む4ホームランで劇的逆転と大谷の2点追加タイムリーという理想的な展開になったのに、